惑星ボリスを怪獣惑星に変えたのはウルトンの仕業だと判明した。だが謎はまだ残る。ブルトンと共に飛来した赤ん坊は一体何者か。写真の少女に反応したレイの記憶の底に眠るものとは。地上から空に向かって強力な電気エネルギーが放たれています。オキ、放電現象の場所は分かるか。はい、エリア G、 ポイント04の地点です。よし、スペースペンドラゴン発進。
来た。了解。エレキングの仕業だったんです。あの青白い光は何かしら。これはやっぱりソリッド鉱石だったか。はい、ソリッド鉱石。ソリッド鉱石は惑星ボリスを周回する人工太陽のエネルギー源なんだ。電気エネルギーと結びつくことによってそれこそ太陽のような強力な熱線を放射するの。熱エネルギー感知、水中温度上昇。電気エネルギーの影響が光脈全体に広がっています。
が湖に。コモラ、水の中ではコモラが不利です。ソリッド鉱石の鉱脈像を出してくれ。わかりました。惑星ボリスの中心部に向かって放射状に広がっています。これらの鉱脈が電気エネルギーと反応して限界値を超えたら惑星の半分は軽く吹っ飛ぶぞ。こうしてはいられません。とにかくエレキングを引きずり出しましょう。でもどうやって。機体下部のカーゴゲージにレーザーネットがあります。まずは水中ドローンを打ち込んでエレキングの注意を引きつけ鉱脈から引き離す。上空で我々が待ち構えるポイントまで誘い出したらレーザーネットを投下、かぶせて一気に釣り上げる。ああ、問題はポイントまでうまく誘い出せるかだな。ドローンの操作は私にやらせてください。あとは俺に任せろ。よかろう。作戦開始だ。
止め。なんていうバカ力なの。引き離しますか。はい、落としろ。レイ、どうした。今からエレキングを切り離す。あとは頼んだぞ。わかった、任せろ。出ました。あの湖に怪獣はもういません。というより他の怪獣を寄せつけなかったんでしょうね。自分のテリトリーに引きずり込んで相手を倒す、まさしく水中の王者といった怪獣ですね。出なかったのか。なんてしぶといやつなの。撃て。待て。どうしたレイ。こいつが求めたんだ、新たな戦力として。乾杯。乾杯。俺を呼んでいる。ウルトラマンのテレパシーか。微弱な電波がどこから発信されています。これはザップスペーシーの救難信号だ。パンチできるか。ダメです、電波が弱すぎてこれ以上絞り込めません。変わってくれ。
この島はヴィンセント島。ここから救難信号が発信されたというのか。ああ間違いない。でもレイ、どうして分かったの？救難信号とウルトラマンのテレパシーがレイの中でシンクロしたのかも。この島に生存者が。信号が消えました。どうしますボス。よし、スペースペンドラゴン発進。これよりヴィンセント島へ向かう。了解。ウルトラマン、本当チッチッチの地 Baby 忘れたわけじゃない。永遠の誓いさ Tonight、 それは宇宙で輝く、夢中で見つめてひらめく。 Really really 愛のバカンス、それそれ今夜ロマンス。流れる風に誰もが皆あの頃と同じ気持ちを思い出して、君と通じ合って目と目が合って、どこまでも行けると思う君の瞳映る僕。風を全身で感じ、見下ろす景色はファンタスティック、ファンタスティック。Jump on in the world, jumping, jumping, jump, 大空羽ばたいて、jumping, jumping, jumping, いつまでも never ever give up、あのヒーローのように。今日の怪獣はこれ、宇宙怪獣エレキング。口から発射される三日月状の光線や尻尾を巻きつけての電気ショックが主な攻撃です。これはエンジニアとしては少々興味深い怪獣だな。じゃあ研究してみますか。してみたいもんだな。例にお願いしてきます。もうちょっと冗談だよ。またね。エリア G ポイント84に普通の飛行物体を確認。マップの識別コードは出ていません。地球のメカじゃないってことか。メダー星人、電気系統にしよう。オメガジェネレーター出力低下。くそ、ジェネレーターの出力が上がらない。あれ何、こんな時に怪獣だと。行けエレキング。このままじゃペンドラゴンは。エレキングの放電を利用すれば必要な電力をジェネレーターに確保。今度お見せてあげますよ、飛び切りの魔法を。